ルナ2号はソビート連邦が月面着陸を目指したルナ計画の2号機である。これは月の表面に到達した最初の宇宙船で晴れの海の西部に衝突した。ルナ2号は休憩にアンテナや部品が突き出したルナ1号と同様の形状をしていた。観測機器も1号とほぼ同じでシンチレーション検出機、ガイガーミュラー係数管、磁力系、チェレンコフ放射検出機、 流星人検出機などを積んでいた。ルナ2号自体には推進装置はついていなかった。科学的にはルナ2号はルナ1号が検出した太陽風を確認した業績によって評価されている。1959年9月12日6時39分42秒に打ち上げられたルナ2号は翌13日に月に到達し推進装置から切り離された。 14日22時2分24秒33.5時間の飛行を終えた後、ルナ2号からの信号は突如途絶え、月に衝突したことが示唆された。衝突地点はおよそ成形0度、北緯29.1度の晴れの海西部であると推定された。ルナ2号の月面衝突の30数分後、推進装置も月面に衝突した。観測の結果、月には 感知できるほどの磁場はなく、月にバンアレン体があるという証拠も見つからなかった。宇宙船はソビート連邦のペナントも何枚か積んでいた。そのうちの2枚は円形をしていて、五角形のカバーに覆われていた。また、円の中心部には衝突の際にあちこちに散らばるように火薬が仕込まれていた。五角形のカバーはステンレスでできていて、ソビート連邦の国章とというキリル文字が、 片面にリバース1959という文字がもう片面に刻まれていた。もう一枚のペナントは推進装置に積まれていた。これは液体の入ったカプセルでアルミニウムのストライプの模様があり、それぞれのストライプにはソビエト連邦の紋章と1959リバースという文字が刻まれていた。1959年9月15日。 ソビエト連邦最高指導者のニキータ・フルシチョフはアメリカ合衆国大統領のドワイト・ D ・アイゼンハワーにペナントのレプリカを送った。このレプリカはアイゼンハワー図書館とカンザス州アビリーン博物館に展示されている。アメリカ合衆国の歌手、ゼットパックはプラネットリバーブというアルバムにいる i k にという曲を収めた。この曲にはロシア語の会話や宇宙の音が使われ、 宇宙船の旅を描いている。またこの曲はソ連の宇宙開発に関わるすべての人へ捧げると書かれている。ありがとうございます。